カルドーンのアクロポリス。後方にバラソバさん。カルドンは、ギリシャ西部のアイトーリア地方にあった古代ギリシアの都市。エウエノス川の西岸に位置した。長母院に従いカルドーンとも記される。ギリシア神話によると、この都市は、アイトーロスの息子で、町の創設者カルドオンから名前を取った。この都市の近くには、斜面がカルドオンのイノシシ狩りの舞台となった。 ジュゴッサンがそびえていた。この都市は、アルテミス・ラフリアとアポロン・ラフリアに捧げられ、ラフリオンの名で知られたアエドリアの重要な聖書を、造していた。紀元前31年、ローマ皇帝オクタウィアヌスは、この都市の全住民を、新しい植民都市ニコポリスへ移住させた。ニコポリスは、その都市にあった、アクティウムの海戦の勝利を記念して後世に伝える、ために創建されたものである。 同時に、ローマ人は、金と造下でできた、礼拝用のアルテミスの像を含むカルドンの美術品や宝物をパトラへ移した。ストラボンは、著書、地理史で、彼の時代には荒れ果てた状態にあった、カルドンの王子の美しさを次のように解説している。カルドンとプレウローンは今や全く衰えているが、しかし過去において、これら植民地は、ギリシアを飾るものであった。 ありがとうございます。